このチャンネルは、日本のどこかに住んでいるタイだの双子の兄弟が、いろいろなゲームをたまに友人を呼んだりしながら自由気ままに実況しているチャンネルだ。果たして、この兄弟が成長するときはいつ来るのだろうかはい、どうも皆さん、こんにちは。アリトマー兄弟のアリトマーと、弟の弟マーです。はい、というわけで、 本日も青鬼 X2 編進めていいこうと思いまーす前回はねこの先行ったねこの十字路で終わってたんですよねうんでここの十字路に書いてるんですよ「地図なきものこの先進むべからず」であの前回はここをまっすぐ行ったところでちょうどまあ私が、まあ、青鬼にまあやられたってことでねまあやられたんですけどもまあ今もまあやられたということでねあ おいおいおいえちょうどこれだけこれだけかこれさ嫌な予感がするんだけどさ大丈夫これようやく青鬼とご対面じゃんえここ外すの嘘でしょ絶つって青鬼出てくるよってさことじゃないのえだってあとこれでしょ でここで橋を架けたで、橋をけたまずこれがまあ一体どうやって橋か架けたのまあ微妙なんだけどこの奥さどうなってんのかさ見ていい一旦ん。あ待っ,、はい、で待って待って待って待っまあまあ,、まあ、あ、そういうことか<ー>ただ今のは普通の青鬼じゃなくてこれ確定青鬼だったっぽいので見ます。 ここまで来ますでここ地図持ってないと先進むなって言われてるからこちらをこの地図を合成しますこう書いてるよほう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 どこかの地図ゲットしましたまずまっすぐでしょこれ間違えるとどうなんだろう間違えた場所行ってみるあ間違えるとまあ青鬼にやられるわけだうんうん。 さあでまあ、セーブもしたのでもうあとはここをまあ、っすぐ行ければいいだけか <laughs> ん何これしばらく森をさまよい続けここか研究施設だなえ終わりなわけないよねちょっと疲れちょっと疲れ おい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 あれ,あれおいおい嘘だまずいまずいまずい車いく車じゃない待ってくこれ薬,薬やってあえ何これたたくたたくあバ,バグってるバグってるえあ 薬にやられてたっぽいのかもしかしてこれあそういうことあそういうことたださ<え>これで終わりこれで終わりのわけなくないさすがに紫の薬やっぱりあの広ロ編でさあのおであがなんか「薬だ!」っつってなんかあの爆破させてたの調合台あそこでやっぱり薬作れたんだ。 紫の薬。でこれで飲むとやっぱりどうにかなるってことだなほう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 あーここはあの昨の青鬼と戦った場所じゃんおお宿に戻るで宿にも大丈夫か <laughs> うわーっ すげえこいついいやつかコーキーコーキーいいやつだ、うん、コーキーが仲間に加わったなるほどね薬を与えれば元に戻ってわけだおなんだこれ新モード来たー新モードがえやってまいりましたうんし新え,え,え あーすげー大勢来て大勢いや見えてるやろお前明らかにこっち目視してるはずで次こっち側来ますまだあんのしかもセーブできないここうこっちみんなよさあよし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 じしよしよしてしよ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 しないよしよしよし <お>よーしクリアこう来ないっすちなみにこっち側には何があるのか言っていいあーもうここしか行けないパターンかじゃあ行くかあ地下にこんな場所ある普通待ってさあパッ<ー>パッパおごめん,ちちょっとおごめん 声が,声がでかすぎましたスイッチがある押したくなるじゃないかポチッとなえあるなんかあるよ111111 11 11 11これはこれは先ほどのやつですえー、っと待ってこれはえーっとね待って123455と6の間五5と6の間です56ここです <noise> よし あー左下にもバルブをつけれそうだ紫があるこれさ絶対怪しいこれ絶対怪しいさあでえっとねなんとなくバルブの色がみあるね明らかに何かあるねえっ、ま、待って待って,待ってえっなこれ1 2 3ん 2> 5 6 4 え、青さん絶対来るよね,来るよねー、来るよねー、来るよね、来るよね。な。はいー。は、うん。多分次あたりでね、多分いけんじゃないって思っちゃうんだけど、つけていきましょう。Go。回せる四。4 なんかさ色差出てくんじゃねえの？紫はさなんどうなんな？何か出んの？ちょろど。4。じゃんよーしはいというわけで本日の動画は以上となります。皆さんいかがだったでしょうか？ まあ本日もね、新しい感じのあれもあってね、なんか結構楽しめたんじゃないかなってはい思います。いい多分次回が最終回に、はい、まあなんかなるんじゃないかなとは思いますが、はい、果たして美はハッピーエンドを迎えられるのか、ぜひお楽しみにしていてください。この動画面白いと思った方、続きが気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。